メディラセンはフランスパリ出身のサッカー選手。ポジションは MF。マラガ CF 所属。メフデラセンとも表記される。フランスのパリに生まれ、2003年に下部リーグのスタッド・ラバルからプロデビューした。2004年にはアソ・アバランスに移籍して1シーズンプレーした。2005年夏、スペインのデポルティーボ・アラベスに移籍し、10月15日のビジャレアル CF 戦でデビューした。2005から06シーズンのアラベスは18位に終わり、セグンダディビシオン降格となったが、ラセンはアラベスに残留した。2006から072007から08シーズンは、クラブに不可欠な存在であり、3シーズンで86試合に出場したが、得点はなかった。2008年8月15日、ラシン・サンタンデールと3年契約を結んだ。2008から09シーズンは、同じく新加入のペテル・リュクさんとコンビを組み、常にレギュラーとしてプレーした。UEFA カップではグループリーグの3試合に出場したが、パリ・サンジェルマン FC 戦では、ペギー・ルインドゥラのタックルからマテヤ・ケジュマンにボールを奪取され、先制点を決められた。2009から10シーズンも、ラセンのポジションは揺るがず、16位に終わったクラブで3得点を挙げた。2011年2月25日、ラシンとの契約満了前に、ヘタフェ CF と仮契約を結んだ。5月25日、ヘタフェ CF と正式に4年契約を結んだ。2015から16シーズンに、クラブは降格したが、翌2016から17シーズンには、昇格プレーオフを勝ち抜き1シーズンでのトップリーグ復帰に貢献。しかし、翌2017から18シーズンには出場機会を失い、2018年1月に契約を解消した。2018年2月3日、マラガ CF へ自由移籍で加入。フランス生まれであるが、両親の母国であるアルジェリア代表やイタリア代表も選択することができた。2006年にガボンとの親善試合のために、ジャン・ミシェル・カバリ監督によって、アルジェリア代表に招集されたが、政治的な問題のために出場することができなかった。2009年7月26日、ラセンはアルジェリア代表としてプレーすることを表明した。同年12月12日、アルジェリアサッカー連盟のモハメド・ラウラウア会長は、ラセンがアフリカネーションズカップ2010のメンバーに招集される可能性があるとしたが、会長の発表の5日後、Rabah Saadane監督は、妻の妊娠のためにラセンがネーションズカップには参加しないと発表した。2010年2月12日、ラシン・サンタンデールの公式サイトは、セルビア代表との親善試合でのラセンのアルジェリア代表デビューが近づいているとした。3月3日、ラセンはセルビア戦でついにアルジェリア代表デビューした。2010年6月4日、2010 FIFA。ワールドカップ本大会に出場するメンバーに選出された。センターハーフのポジションでハッサン・イェブダとコンビを組んでグループリーグ3試合すべてにフル出場したものの得点力を欠いたアルジェリアは1分け2敗のグループ最下位に終わりグループリーグ敗退に終わった。父親はアルジェリア人であり母親はイタリア人である。弟のミシェルもまたサッカー選手であり FCベルサイユなどでプレーしている。また、キャリアの大半をスペインで過ごしている。ありがとうございます。